続いてはですね、いよいよ水着のパートにね行ってみたいと思います。同時生二元中継という雰囲気のね呼びかけをしてみたいと思いますんでね、行ってみましょう。それではおーいちびっこギャング、はーい、こちら現場です。正月早々こんな美味しい仕事をいただいて事務所を挙げて喜んでおります。どうもありがとうございます。まずお正月は何といっても晴れ着と水着でございます、はい。サービス精神旺盛な夕焼けにゃんにゃんがお送りする、まずは水着のオンパレードでございます。おにゃんこクラブ B 組が少数精鋭で繰り広げる水着ファッションショーからご覧ください。ダダー。さあこれからおにゃんこクラブ B 組5名の思わず興奮するような水着姿でお楽しみください。まずはおにゃんこクラブ B 組会員番号1番吉見みつこ、口元のほくろがとってもセクシーですね。セクシーよ。続いては B 組会員番号2番杉浦美雪、腰つきがちょっぴりおばんくさいですね。ああおばんくさい、おばんくさい、そんなことない、若々しさがちょっぴりかけらもないなっていう、いやいやでも可愛らしいですね。ここは好きです。さあ続いて B 組会員番号3番宮野久美子、大人になった時にもう一度西麻布で会いたいな、そんな感じがしてなりません。いいですね。引っ越ししても電話番号だけは教えてください。うん、かわいい。いや本当かわいらしいですね。続いては B 組会員番号4番富永ひろ子、この子はええ子や、ええ子や、ええ子や、わしが育てたる、わしが責任持たる、ええ子やってとこですかね。もう本当にいい子です。そして大鳥、最後は B 組会員番号5番山崎真由美、趣味はピアノってなってますけども、猫踏んじゃったなんか聞いたら私怒りますからね。怒りますよ本当に。この子もええ子や、ええ子やで、わしが育てたる、ええ子やで、わしが面倒見たる、いらっしゃい。さあラインナップでございます。勢ぞろいいたしました。この夏こんなキュートな女の子に私も出会ってみたいな、そんな気がいたしますね。なるほど、はい。以上おにゃんこクラブ B 組5名の水着ファッションショーでした。いやーやっぱり中学生だけあってこの体の張りが違いますね。もう大人ですね。もう生き様が出てる、生まれっぱなしといった感じがいたします。もうええ子や、いらっしゃい。おにゃんこ B 組落ちた、いやいや浮島レイ。優勝者には素敵な商品が用意されています。はい、ひときわ鮮明なカラー画面、小型で軽量なハンディタイプ、今話題の液晶カラーテレビシズンブックビジョンを差し上げます。これはいいですね、カラーテレビがもらえます。いいよね。さあ、B 組のみんな、ルールを僕が身をもって説明してあげよう。一応タイム測るからね。一応タイム測った。俺はお前昔弁論大会で優勝したことあるんだから。関係ないだろ全然。よーい、お結構早いな。どうだ、見たか、タイムはね、ええ、6秒、今のところ俺が1位です。当たり前だよ、バカ野郎。さあ、それでは容量が分かったところで早速始めてみましょう。さあ、トップバッターは吉見みつこ。よーい、ちょうどあそこで落ちちゃったのはちょっと痛かったな。思ったより早かった。本人は満足してます。行きましょう。はい、続きまして杉浦美雪。いくよ。よー。またまた。まっすぐ走れないやつ。水の中から出れないやつ。54秒。なんで一回落ちたところでまた落っこちちゃったの。また滑っちゃった。はい、それでは次行ってみよう。はい、続きまして宮野久美子。いきますよ。よーい。
ところ俺の次だよ。やっぱりあれは作戦かい。ゆっくりやり、足をこう確かめながら行くっていうの。はい、それ考えて、はい、よかったね。よし行こう。それも次は富永ひら子いくよ。続きまして山崎真由美、頑張れよ。いくよ、よーい。あ、会場に連れ出した山崎真由美。落ちるなよ、落ちるなって言ったのに。痛いぞ。この連結しているロープが食い込んだんじゃないかと思うような落ちざまでしたけども、さあ、あと一つ頑張れ。よし、ゴール。26秒。なかなかタイム良かったね。はい、みんな向こう見て。それじゃあちょっとうちの相棒も呼ぼう。おい、お前もおいで。今彼がやってきました。ということは今20秒の人が2人いたよね。これはじゃあね、同時に行きます。同時に行って早くゴールした方の勝ちと。行きましょう。行くよ、よーい。さあ、優勝戦です。カラーテレビを争っている2人の勝負が続きます。さすがにうまい、2個目はうまい。優勝決定。早いよ。おい、鮮やかな走りっぷり、富永おめでとう。ありがとうございます。やっぱりもう2回目だからうまく